岐阜市にある岐阜高島屋。地下の食料品売り場にカラフルなひときわ目立つ一角があります。そこにあったのはデザートビネガーというお酢、リンゴやブドウといったフルーツを使ったものから、生姜やかぼちゃといった野菜を使ったものまで17種類も取り揃えています。牛乳で割ってヨーグルトのように飲んだり、そのままアイスクリームにかけたりと、デザート感覚で酢を楽しめる新しさが受けています。すごいね、飲みやすいっていうのか、全然その酢を飲んでるっていうイメージじゃなくていいと思うよ。こういう風に飲めるんだなと思ってびっくりしました。デザートビネガーを販売するのは全国に20店舗を展開するオークスハート。1年間におよそ130万本を売り上げる大ヒット商品です。人口およそ1万2000人の加茂郡八百津町、町の中心を木曽川が流れる清らかな水に恵まれた町です。ここに明治9年創業の老舗お酢メーカー内堀醸造があります。従業員数は124名。工場では酢作りの第一歩、酒作りの真っ最中でした。企業理念である酢作りや酒作りからもとに、いい米、いい水で、いい空気、それをうまく微生物の酵母によってアルコール発酵、純粋なアルコール発酵をさせることがいい酒作りにつながります。主にスーパーマーケット向けに様々な種類の商品を卸し、中部地域を中心に根強い人気を得ています。そして別の部屋で行われていたのは柚子酒作り。実はあのデザートビネガーは内堀醸造が自社のフルーツビネガーをもとに作っていたのです。オークスハートを立ち上げ、2003年にデザートビネガーの販売を始めたのが社長の内堀光康さんです。内堀さんはもともと内堀醸造で副社長を務めていました。どうしてこんな綺麗な赤色になるかわからないんです。すんごく美味しいですよ。しとっとしてとろっとして。創業からおよそ140年という伝統を積み重ね、安定した経営を続ける中、なぜ新しい業態に挑戦したのでしょうか。そこに成功への分岐点がありました。ターニングポイント。伝統を守るということはとても大切に考えています。でもその守るということは革新をどれだけ続けていくかと、同じことをしていると多分伝統は守れない。酢はですね、お料理用に使うと一日のうちに皆さんが触れていただくチャンスが朝昼晩の3食しかないんです。でもデザートという視点で酢を結びつけますとね、3食食後のデザート以外に10時のおやつ、3時のおやつ、そして夜のおやつと、もう3回チャンスが出てくるんですよ。そこに新しいマーケットがあるというふうに思ったんです。競争をしない、自分たちが小さいからこそ小さなマーケットに特化してみるのも一つの方法ではないかと考えました。これ最初からうまく売れたものですか？いや全然ですよ。それは全然です。何これってお客様が言われて、はいお酢ですって言うとですね、すごく叱られたこともあります。どうして百貨店に来て酢を飲ませるんだと。それぐらいこう酢というのはいわゆる一部の健康フリークの方々のものであり、まさか美味しく飲めるということは考えてもないと。再び高島屋、そこには蝶ネクタイ姿で接客をする内堀さんがいました。
皆さん柚子の酸味はご存知ですが、柚子からできた酢のお味っていうのはなかなか経験できませんので、はい、後味も爽やかかと存じます。ソムリエでございます。ワインのソムリエのようにお客に直接デザートビネガーの楽しみ方を提案することで、商品に付加価値をつけ大ヒットに結びつけたのです。お客様はやっぱり作り手の話をお聞きになりたいと、そう思っていらっしゃるっていうことは間違いない。酢もお料理に使う時代から飲む時代になると、皆さんにアドバイス役が必要になってくる、そんなことを考えたわけでございます。柔軟な発想で成功をつかんだオークスハートと内堀醸造、その挑戦はとどまるところを知りません。今はお客様にご自身に合った酸味を探してくださいと、酢にはいろんな味があるんですというふうに、私はお客様に紹介をしている、お客様が主役になっているんですね。お料理に今度は主役が出てくるんじゃないかなって思っています。こんなお料理を作りたかった、こんなお酢がぴったりですよって、スパイスとして本当に何百種類もの酢を作り続けていきたいっていうふうに思いますね。料理に使うお酢の分野には大手のガリバー企業があります。またスーパーマーケットでは売り場の確保や値引き合戦といった激しい競争がメーカーを待ち受けています。中小企業は大企業と戦っては勝てません。商品をより安くということはお客様には良いことであっても、作り手にとっては厳しい条件となります。ご覧いただいた内堀社長は、百貨店で自社商品を売るチャンスを得てオリジナルブランドを生み出し、お酢をより付加価値の高い商品に育て上げました。環境の変化に適応し、柔軟な発想と独自のこだわり、そしてとことんやり遂げる信念と情熱を持ち続けたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。